マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエッターにおすすめのカロリーゼロのおやつ召し上がったりしていませんか？待ってください。逆に太ります。そこでこの動画ではダイエット中でも安心して美味しく食べることができるダイエット向きのおやつがわかるんです。もしあなたがダイエット中だけれどもたまにおやつ食べたいなってお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエット中におすすめの痩せるおやつ3選ということで、トップ3お伝えしていきますね。今回の動画話の流れはこちらです。1つ目の項目、なぜダイエットにおすすめのおやつなんでしょうか、その理由とは。2つ目、おすすめのおやつトップ3、ランキング形式でお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ今からご紹介するおやつがダイエットにおすすめなんでしょうか、その理由はこちらです。食品添加物が入っていないからなんですね。こことってもとっても大切なんですよ。実はね、カロリーゼロとかオフとかいろいろ書いてあるものもたくさん見かけますけども、なのに、まあ、甘かったり美味しかったりするわけですよね。そもそも自然のそのものではないわけです。でそういったものを召し上がってしまいますと、あなたの腸や肝臓がめちゃくちゃ負担かかってるんですよね。まあ、例えて言うなら、こう仕事量がもうものすごく増えてるわけですよ。消化吸収に、いやまた来たこの添加物みたいな感じでですね、でどんどん疲れちゃうわけです。そうするともうね、働くのやめたってなるわけですよね。まあ、そもそもごめんねって、働きたかったけどもう無理ですってなるわけです。その状態になったらどうなると思いますか。あなたは食べても食べても腸や肝臓が動いてくれないわけですから、栄養が取れていないイコール栄養不足になっているわけです。とっても良くない状態ですよね。なのでせっかくいいものだと思って食べているにもかかわらず、栄養が消化吸収できない状態であれば、痩せるホルモンを作ることができません。そうするとおかしいなって、なんで痩せないだろうってないですか。それはもしかするとあなたがこういった添加物を知らない間にすごくね、腸に、まあ、入れてしまっている可能性が高いです。ですから今すぐやめましょう。 ではどうしたらいいかっていうと、今から詳しくお伝えしていきますね。まずはですね、おやつによく入っているのが、よくスナック菓子系ですね、しょっぱい味とか、ああいったものはですね、化学調味料が入っています。で原材料を見ましても、化学調味料ってね書いてないです。ではなんて書いてあるんでしょうか。こちらです。調味料かっこアミノ酸等というのが実は化学調味料なんですよね。ほとんど入ってますよ。おせんべい系とかチップス系とかおつまみ系とかですね、必ずチェックしてみてくださいね。逆にね、入ってないのを探すのが大変ですってお声もよく聞くぐらい、それぐらい入ってます。ですからあなたが賢くなれば大丈夫ですからね、さらに知識を深めていただきたいと思います。はい、そしてもう一つ注意していただきたいのが、甘いおやつ系ですね。なのにカロリーオフとかゼロとかね、そういったのはこちら、人工甘味料がたっぷり入っています。で人工甘味料っていうのはですね、自然のお砂糖のもう何百倍っていう甘さがあるのにもかかわらずカロリーがないわけですよね。それは不自然なんです。そのようなものを召し上がってしまうと、脳がですねおかしいなってもう感じてしまって、ますますねカロリーを取らなくっちゃっていうことで、あなたに甘いものを食べなさい食べなさいって命令しだすんですね。なのでさっき食べたばっかりなのに、なんかまたね甘いもの欲しくなるとか、やめられない止まらないって思い当たる方は、この人工甘味料で味覚が麻痺してしまっている可能性があります。ですごくね、その時にその満腹ジュースの反応が鈍くなってしまうので、もう中毒になってしまうわけですよね。なのでこういった人工甘味料が入っている甘いおやつもやめましょう。ではここから人工甘味料の豆知識、これだけは覚えてくださいというものをピックアップしています。一つずつ見ていきましょうね。人工甘味料、2つに分かれます。合成甘味料のタイプとアルコールタイプです。でこちらの方がさらに良くないものなんですけども、アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリン、こういったのが入っているのはカットしましょう。でプラスこちらもできれば取らない方がいいです。キシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトールと、こういったものでできているおやつを買うのをやめましょう。ではここから2つ目の項目です。ダイエット中におすすめの痩せるおやつトップ3ということで、今回はイオントップバリュー、マックスバリューさんで選んできました。では第3位はこちらです。
米粉のチップス海苔塩味です。ここにねちゃんと黒枠でね調味料カッコアミノ酸を使用していませんとね断言してくれてます。でこれねしかも国産のねうるち米なんですよ。の生地を作ってサクサクに作ってくださってて、隠し味に、ね、唐辛子が入ってまして海苔塩の味わいを引き立てましたということでこちらです。で1袋あたりが 40g 入ってまして、エネルギーが 199kcal、 タンパク質も取れます 2.2g、 で脂質が 9.4g、 糖質が 26.3g、 食物繊維も取れちゃいます 0.3g 入っています。そして裏の原材料もそういった先ほどお伝えした化学調味料は入っていません。では開けてみたいと思います。やはりですねあのタイプありますよね。こう甘いおやつが好きな方とこういったあのおせんべい系が好きで止まりません先生っていう方いらっしゃると思うんですけど、まあ、どちらにしても食べ過ぎは NG ですよね。ちゃんと量を守っていきましょう。あ、かわいい。こんな真っ白な見えますか。軽いですね。ふわふわです。では一ついただきたいと思います。あの優しい味ですね。ほとんど揚げ餅みたいなあんな感じですね。思ってたよりもすごく薄味なのでいいですね。うん、味付けがすごく薄味ですし、あの素材の味もしますし、うん、すごくね食べやすいです。硬くないんですよ。こうバリボリみたいなおせんべい系じゃなくってサクサクっとした食感ですね。では第2位はこちらです。はい、ごぼうせんべいになります。こちらにもね調味料アミノ酸と核酸あと膨張剤を使っていませんということで、これもなんとね国産のごぼうを使ってくださってる生地にね練り込んであげてます。で噛むごとに広がる風味豊かな味わいということで気になりますね。1袋あたりが 30g です。エネルギー 129kcal、 タンパク質が 0.5g、 脂質が 3.4g、 糖質が 23.7g、 食物繊維も取れますよ 0.8g 入っています。そしてこの裏の原材料名のところも化学調味料は入っていませんということで、私ごぼうも大好きなんですよね。あのごぼう茶とかも飲みますけど、さあどうでしょう。ごぼうのおやつです。開けてみたいと思います。ん、あ、なんかねもう封開けた途端にごぼうの香りがすっごいですね。私ごぼう大好きなんですよね。あーすごい、見えますか。あのごぼうがもう練り込んであるのがもうねうっすら黒いのが見えてます。いただきます。あ、ごぼうの香りがめちゃくちゃします。これなんでこんな香ばしいのかなと思ったら黒ごまが入っていました。ここにごぼうと白ごまと黒ごまと唐辛子が入っているので、これちょっとおつまみにもいいですね。痩せるおつまみでもいいかもしれませんね。でこれはね先ほどの米粉の海苔塩チップスに比べるとね噛み応えがありますし、まあ、大きさも1枚で薄くてちっちゃいので、あのすごくねよく噛むので満腹中枢も刺激されていいと思います。では第1位はこちらです。はい、小倉羊羹です。なんとですね粒あん入りの羊羹でソルビトールを使用していないんですね。よくこういったあのゼリーとか羊羹とかこういった系はですねこうソルビトール結構入ってるんですよね。なので私ね買えないなって毎回思うわけですよ。ところがこのトップバリューのグリーンアイフリーフロームっていうねこのブランドの商品だとですね入っていないんですよね。でこれがね、1本あたり5本入ってます。で1本あたりのカロリーが1本あたりが 45kcal、 タンパク質も取れます。小豆なので 0.6g、 脂質がなんと 0
です。これ嬉しいですよね。先ほどおやつは入ってましたけども、これは脂質が0、そして糖質が 10.5、 食物繊維も取れちゃいます、 0.5g ということで、裏の原材料名も全く人工甘味料は入っていません。そして開けてみましょう。どんな感じでしょうか。いろんなね、あの羊羹系おやつ売ってると思うんですけども、まずはね、無添加であることです。は、見てください、紫色の綺麗なあんこ、しかも粒々が入っています。ちょっと開けていいですか。あ、なるほど、両手でつまんで左右に引っ張って開けてって書いてますので、その通りやってみたいと思います。ここにね、切り口があって、パキッと、あ、こんな感じ。うん、あ、開きました、開きました。いただきます。ちょっと上の方いただきますね。甘さ控えめで、あの羊羹なんですけど、結構柔らかめです。こうチューとこのまま出して食べれるので、あの娘のお弁当、学校のお弁当のおやつにもちょっと今度入れてあげようかなって思うような羊羹ですね。うん、あのいいと思います。これ小豆なので、女性にとって小豆はすごくねいいですよ。あのバランス整えてくれるものなので、ぜひね1日1本かなを召し上がってみてくださいね。ではここから痩せるおやつの選び方ポイントについてお伝えしていきたいと思います。もしお近くにイオントップバリューさんがありましたら、このね緑のロゴ、トップバリューのグリーンアイフリームフロームって書いてあるんですけれども、この裏を見ると QR コードが載ってて、私ここをかざしてね読み込んでみたんですよ。そうするとここにねナックス109って書いてあるんですが、これ全部どのやつもこのマークがついているものは、なんとこの109入っているその添加物です。ここダーッと書きましたけれども、もう感動したのでとシェアしたいんですが、もうざっとここからね、合成着色料うんぬんばっと、要はここからね悪い添加物がですね全部で109種類あるんですよ、種類が。それをこのトップバリューグリーンアイのフリーフロームっていうこのロゴがついてるおやつは、これ全部使ってませんよっていうことだそうなんです。もう私感動しまして、ここにねグリーンアイフリーフローム食品はお客様が購入の際に気にされる添加物と原材料の中の109種類に配慮した商品シリーズですっていうことで作ってくださってるおやつなんですよね。なので私が今3つご紹介しましたけれども、もしスーパーのねイオンさんに行かれて、このナクス109って書いてあるパッケージのおやつでしたら、今お伝えしたこのこれ数なんですけどね、合成着色料も29種類もあるわけですよ。これ数です。こういった109種類の合成のその添加物がね入っていないおやつなので、安心して手に取っていただきたいなと思います。では最後に痩せる食べ方ポイントで終わりたいと思います。いくらダイエットに良いおやつでも食べ方を間違うと太ってしまいますので、ポイント3つです。1つ目、食事の一部としておやつは食べましょうです。食事と食事の間に食べる間食のおやつが一番太っちゃうので、食べてもいいです。ただし食事の時間とも一緒に食べ終わっちゃいましょう。これがポイント。2つ目、飲み物と一緒に食べましょうです。お菓子だけ食べちゃうとね止まりませんので、なかなかこう満足しない場合がありますよね。なのでできれば温かい飲み物と一緒におやつ召し上がりますと、さらに食べ過ぎ防止になります。で最後、お皿に移して量を把握、これねあるあるですよね。ついつい袋ごと食べちゃうと、あ、全部食べちゃったとかないですか。そうならないためにもちゃんとお皿に移して、ご飯と一緒に飲み物と一緒に食べる、これが痩せる食べ方になります。さあいかがだったでしょうか。今回の動画ポイントは、おやつは食べてもいいです、その代わり無添加のものを選びましょうでしたね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録をしていただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。